アイテム番号 SCP-208JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル。 SCP-208JP がインストールされたコンピュータはサイト8181の収容ロッカーに保管されています。外部への情報送信の可能性が否定できないため、このコンピュータのネットワークへの接続は禁止されています。実験の際に読み込ませるファイルはあらかじめローカルファイルとして保存したものを使用してください。現在、未収容の SCP-208JP を捜索するために機動部隊魔196、インターネット探検隊が活動を続けています。説明。SCP-208JP は Windows 系 OS 上で動作する、いわゆる、Web ブラウザに分類されるアプリケーションです。製造元は不明で、製品名は、メモリーキーパー。製品バージョンは、2.0.8 となっていますが、これ以外のバージョンのファイルは現在のところ発見されていません。ブラウザとしては特筆すべき点はなく、クラッシュ後のタブ復元機能がない。ファイルの実行速度が他社製品と比べて遅い、など総合的な機能ではやや劣っていると言えます。SCP-208JP の異常特性は、日本語を読解可能な人間、以下、対象者、とする、が SCP-208JP を用いて何らかの文字による情報が含まれたページ1を視認した時に発揮されます。対象者はそのページで視認した範囲の情報を完全に記憶し、またその情報を以前から知っていたものと認識するようになります。肉眼ではなくカメラやスコープ等を通じての視認でも効果は発揮されますが、書かれた文字が日本語以外の言語であった場合や距離が離れていて判読できない場合は影響を受けません。また、複数のタブを開いた場合もその全てに対して同様の現象が起きます。タブを閉じたり、ハイパーリンクやブックマークなどによって別のページに移動しても、以前に開いていたページに対しての現象は持続します。しかし、SCP-208JP のプログラムもしくはそれが起動している OS 自体を終了させると、逆に対象者は前述の影響を受けたページの内容を、たとえそれ以前に知っていた情報であっても、忘却してしまい、それらの情報を、最初から知らなかったもの、と認識するようになります。この効果は SCP-208JP で同じページをもう一度開き視認することで失われ、再び前述の完全記憶現象が起きます。また、忘却現象が起きた情報を別の手段によって、覚え直す、ことは可能です。このどちらの現象においても対象者は、何らかの形で影響を受けた情報が必要になるまではそれを知っている、もしくは知らないのは自然なことと認識し不信を抱きません。また、SCP-208JP で該当のページを視認した事実がそれと矛盾していたとしても、そのことに自分から気づくことは、たとえ今まさに閲覧している最中であっても、ありません。ただし、それらの矛盾点を他者から指摘された、記憶した情報に対して、その情報をどこで、どうやって知ったのか、と指摘された、忘却した情報に対して、その情報は知っているはずだ、と理由を挙げて指摘されたと、場合、自分の記憶に齟齬があることに気づきます。それによって初めて、対象者が SCP-208JP の異常特性に気づく可能性がありますが、すでに起きた完全記憶、忘却現象の影響自体が消えることはありません。SCP-208JP はインターネット上で、物知りになれる不思議なブラウザ、としてアップロードされていたものを財団エージェント、が興味を持ち入手、実験を行いその異常特性が明らかになったものです。その後全国各地で SCP-208JP による事件が発覚。現在までに45個の SCP-208JP が確保されました。実験記録004-1、2000年月日、対象 E-208JP-7、メダカの学校、
の曲及び1番の歌詞は知っているが2から3番は知らないことを事前に確認済み、尾行、同様、メダカの学校の歌詞が書かれたページを SCP-208JP で開き、1秒間のみ画面を視認させる。その後別室に移動し、1時間後に、メダカの学校を歌わせる。結果、B-208JP7 は1から3番すべてを正確に歌うことができた。また歌詞については2から3番も含めてすべて以前から知っていたと主張。SCP-208JP でページを閲覧したことは覚えていたものの気に留めていないようだった。分析、文字を読む時間がなくても、ページを見るだけで影響は受けるらしい。実験記録004、2、2000年、月、日、対象、B-208JP7、尾行、実験004、1の10秒後、SCP-208JP のプログラムを終了させ、再び、メダカの学校を歌わせる。結果、B-208JP7 は1番も含めて歌詞を覚えておらず、歌うことができなかった。最初から歌詞を知らないと主張。SCP-208JP でページを見たことは覚えていたものの、やはり気に留めていなかった。ただし曲の記憶はそのまま残っており、鼻歌で歌うことはできた。また、メダカ、学校、川、などの単語の意味は通常通り理解していた。分析、忘れるのはページが、情報、として発信している内容だけか。なかなか興味深い結果が出た。実験記録004、3、2000年、月、日、対象、B-208JP7、尾行、実験004、2の後、B-208JP7 が、メダカの学校を先ほど歌ってみせたことを指摘する。結果、B-208JP7 はそのことを覚えており多少混乱した様子を見せた後、自らの記憶に矛盾があることに気づいたが、歌詞の内容については思い出せないままだった。分析、SCP-208JP による視認したページに対しての記憶操作はかなり強力なものだが、辻褄合わせのための副次的な操作は容易に破れるようだ。根本的な解決にはならないが、実験記録008、1、2000年、月、日、対象、B-208JP-14、タコが軟体動物、と嘘類であると知っていることを事前に確認済み、尾行、既存の知識と矛盾する内容の情報を見せた場合の検証、SCP-208JP で、タコは哺乳類である、と書かれたページを視認させ、別室に移動、その後、タコは何に分類される動物であるか、を質問、結果、B-208JP-14 は、軟体動物、と嘘類である、と回答。ただし、タコが哺乳類だという、根拠も何もない出任せを聞いたことがある、ともコメント。どこで聞いたのかは記憶していなかった。分析、情報の真偽に関する判断は対象者次第ということか。次はそのあたりを工夫してみよう。実験記録008、2、2000年、月、日、対象、B-208JP-1 号、タコが軟体動物、と嘘類であると知っていることを事前に確認済み、尾行、既存の知識と矛盾する内容の情報を見せた場合の検証、SCP-208JP で、タコは哺乳類である、と書かれ、その根拠を様々な奇弁を弄してもっともらしく解説したページを視認させ、別室に移動。その後、タコは何に分類される動物であるか、を質問。結果、B-208JP-1 号は、哺乳類である、と回答。根拠を尋ねると、視認させたページに書かれている通りの解説を行った。その後のインタビューにより、と嘘類であるとする説も知っている。とコメント。分析。SCP-208JP には情報の説得力を補強する効果もあるということか。
まさか詭弁のでっち上げが積み重ねてきた常識に勝つわけが、ないよな。ポイ事件 208JP。8を受けて、未収容の SCP-208JP の捜索体制が強化され、従来の個別のエージェントによるものから専用に結成された機動部隊によるものに変更されました。事件記録 208JP-8、2000年月日、原子力発電所5機において、原子炉の管理担当であった、の2名が SCP-208JP の影響を受け、削除済み、に関する知識を忘却、削除済み、の危険が発生した。